今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今は、コロナ真っ最中。コロナ真っ最中。本当は多分この2メートル開けなきゃいけない開けなきゃいけないのとその不要不急の外出かと聞かれると、僕の中では不要不急の外出でございますと、重要なね、重要な外出でございますと、で今はその進行形でコロナなんですけど、なんかアフターコロナ、最近よくみんなが言ってますよね。よく言ってます。コロナが、まあ、今のこの騒動が過ぎ去った時に世界はどうなっているのか、まあ、いつかもちょっとわからないんですけどね、そう、5月6日から昨日ぐらいかな、なんかまた延長になりましたね、愛知県も入ってね、飛ばされずに全国になりましたからね。はい、じゃあアフターコロナ、アフターコロナ、はい、どうなっているか、まあ、変わっていくとは思うんですよね。何が変わる、何が変わるか、いろいろこう社会の仕組みが変わっていくんじゃないかなとは。僕はなんか変わらない、変わらん、どうせ変わらないんでしょって。なんか実感するレベルにガラッと変わることはないと思うんですよね。順応していくから。順応していくから。なんか僕たちが子供の頃からそんなに世の中バーンと変わった瞬間ってそうないじゃないですか。まあ、グラデーションですね。グラデーションじゃないですか、はい、なので今から30年前考えるとすっごい変わってるなみたいなのはあるけど、10年前でもまあ結構違いますけどね。結構違うけど、はい、そこの例えば10年前と全然違う状態で、10年前からすっごい変わった実感はほとんどないじゃないですか。ほとんど変わってない。そうですね、なんか中二のままな感じはします。なので、はい、まあ、多分変わるんだろうけど、すっごい変わったなっていう実感はないかなって。まるっきりないですね、はい、で多分このコロナも多分世の中いろいろ変わっていくかなって。ただ5年後とか見た時に結構変わっててもガランと感じていない、感じないんじゃないかなって。あ、なるほど。でまあいろいろ進んでいくんじゃないかなとは思いますよね。このコロナによってこの世の中の仕組みってこう利権とか、もう今も それにしか見えないです。なんか引っ張り合いにしか見えない。引っ張り合いなわけじゃないですか、はい、で例えばこの最近知り合いがその医療系の会社をやってる人がいて、はい、システムを作る会社をやってる人がいて、はいはい、その人と話をしたんですけど、はい、このオンライン診療を結構何年か前から進めようって話があるんだけど、医師会が全力で止めてくる。それ言っていいんですか。分かんないですけど医師会が全力で止めてくる、はい、けど今のこのコロナの状態になったらやるしかない、やるしかないみたいな、やってた方が良かったねっていうのがこう出てくる、はい、と多分徐々にそうやってこういうきっかけでもない限りこう止められるものが、まあ、確かにリモートワークもそうですよね。そうそうそう、はい、でリモートワークにしても多分今までは今回ってるわけじゃないですか。リモートワークなしで今っていうかちょっと前、コロナの前は普通に、うん、そうですね、はい、リモートワークなしで回ってるのをがこのコロナをきっかけにリモートワークを導入する会社がこう増えてきて、はい、増えてきた時にあリモートでもいけるんだってなったら、リモートの方が効率が良かったりする部分もそうですね、全てがリモートになることではない、まあ、こんな大きいスペースいらないじゃんみたいな、うん、あそう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 、ね、会社に別にこの毎日満員電車に乗ってこなくても週に3日とかでもいいじゃんとかなるかもしれないですよねっていう、はい、どうしてもオールドタイプなので、はい、今でも会社に行くんですけど、はい、でそこが多分本当にもう会社来なくていいって会社の仕組み自体がそうなった時に、まあやるしかないですね。やるしかないし多分やると順応すると思うんですよね。まあやるしかないやるしかないあそうそう、本当にもう本当に例えば愛知県から、まあ、明日から絶対会社に行っちゃいけませんみたいなお達しが下って、はいはい、会社としてもほんじゃリモートワークを導入しようかみたいな感じになってリモートワークを導入するじゃないですか。でそうすると多分最初は抵抗あるけど何ヶ月間かリモートワークやってたら多分リモートワークに慣れちゃうとは思うんですよね。まあ、恐れとしてあるのは、うん、その時に、うん、そこに残れるか、リモートワークでも、うんうん、この人は必要だねっていう、うんうんうん、人になれるかっていう、要は、うん、デザイン会社です、はいはい、要はそので今僕は会社に行ってるんですけども、うんうん、状況にもよると思うんですけどね、うんうん、待機の人もいるんですよ私の会社の場合だと。待機の人っていうのは自宅待機、もう待機仕事じゃないと、うん、休み
もうそう、うんうん、いやもう仕事も今先細っているので、あもう回す仕事がないんですよ。だと待機です、うんうん、で一部は仕事がある、うんうん、っていうような状況のところも多分あると思うんですね、うん、いやもうほとんど仕事してないよっていう、まあ、あると思います。仕事自体が減ってる、減ってるので、うんうん、でそうなってくると、で今度はこっちで今までじゃあ社内で回してた仕事をこっちでも回せるねとか、要は今までは同じ会社だったから回していたけども外の方が上手い人がいる、まあ、外注的な、外注的な話で、前までは外注っていう意識だったけど、リモートになっちゃうとなんかみんな外注っていう、要は同じスペースの中で働いてるから円滑だった部分がなくなると、あこれもういらないじゃんって、まあこんなにも会社に人っていらないよね。多分仕事の量が関係してくると思うんですよね、うん、今コロナで減ってるからこんなにもいらないよね、はい、っていう状態だと別にリモートじゃなくても首を切られる人は切られてくる。そうで、うん、そうなっていくと、まあ、確かにガラリと変わらざるを得ない、うん、で弾かれる人もいるんだろうな、うん、でそれがリモートになったからって言って弾かれるかっていうと、仕事があれば弾かれないと思うんですよね。でもまあこれからちょっと今怖いぐらいに、うん、仕事がなくなっている、なくなっているのが見える、うん、あまあそのでそれってリモートっていうのと仕事がなくなっているのはまあ別の問題、問題ですね。でもまあ確かに変わらざるを得ないのは、うん、で逆にこの残ろうとしたらリモートに対応できた方が残れる可能性はあるのかな。まあそうですね、家賃をじゃあ減らして家賃を減らして、僕だったらリモートで家からでもいつでもできますよっていうポジションでいた方が、あなたの方が便利だねってなる可能性はあるかなとか。そうですね、もう私パソコン使いませんとか言ったら、じゃあお前いらねえよって、それはそうなるでしょうね、はい、リモートワークなんかも絶対できませんみたいな感じになると、多分まあ、むしろこういらない部類に入ってくるんじゃないか。じゃあこの人たちはどうやって、僕多分今真ん中ぐらいに立ってるんですね、はいはい、リモートに、うん、対応できる、うんうん、って会社からもいるって言われそうなところのギリギリぐらい、うん、ちょうどなので、多分 こっちというか雇われる側としたら、はい、リモートに会社が振ろうとしてるんだったらそっちに全力で乗っかってた方がいいと思うんですよね。あリモート私に任せてくださいぐらいので、それはそのリモート部隊の中心的人物にこう入っていけるけど、そこでこう抵抗したすと、なんかソフト的に、うんうん、その会社側からも円滑にあるわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、資金が。要は会社がパソコンじゃあ買います、うんうんうん、リモート用の何かを導入します、うんうん、で円滑にできるとこばっかりじゃなくて、うん、5% だって言われてるんですね。まあそれはあると思いますよ。その導入したいけど、うん、できないんだよと、うんうん、で導入うまくできてるのは 5% だなんて、うんうんうん、いう数字が出てたんですけども、うん、そりゃそうだろうなって思うんですね、うんうん、で僕としては別に自分のお金で買ったパソコンとかを会社でもう全然使いますよ、うん、仕事で使いますよっていう姿勢を出してるんですけど、うんうんうん、情報は出しちゃいけないみたいな、あまあいろいろそういう問題もありますよね。まあなんかいろいろ多分今システム会社がすごい考えてるんですよ。そのビジネスチャンスじゃないですか、システム会社的には。ピンチはチャンス、ピンチはチャンス、よく聞いたことあるけどもうビジネスチャンスで、今メールとか多分大量に来る、このリモートワークでこういうセキュリティ対策したこういうのをうちで今開発してるんですけど、はい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 、みたいなのが多分いっぱいこう来てるんですよね。なるほど。そういうのを作ってる会社が今いっぱいあって、まあ、それをチャンスとして捉えてる、で導入しませんかって話なので、多分コストも下がっていくのかなとは思いますけどね。あとまあ確かにそうなっていくと仕事の仕方はガラッと変わるでしょうね。ガラッと変わる。多分大企業から変わっていくと思う。お金の潤沢な大きな企業から変わっていって、はいはいはい、そうすると、あ多分意外とリモートでいけるねってなってきた時に、はい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 、もう全員定期代払うのめんどくさいよねというか、もったいないよねとか、もったいないようになりますよねとか、こう事務所もこんな広いスペースにね、そう、うん、まあ、この辺だったら名古屋との高いところに、はい、家賃高いところにこんな広いスペース作らなくても、こうリモートでやった方が早いよねみたいな、早いよねっていうか安いよねみたいな、コスト的にも、あともう家賃収入とかも、うん、でなんかビル管理とかっていうのもやっぱ変わっていくんでしょうね。変わっていく。なので、まあどういうふうに変わっていくかっていうのはまあ微妙
分かんない部分ですけどね、まだ未知の世界、未知の部分なんで、でもまあ変わっていくんだろうなっていうのは、で 100% 変わることはないと思うんですよ、はいはいはい、絶対こう会って直接やった方が円滑に回る仕事も絶対あるし、それこそなんかスーパーの店員とか AI とか来ない限りは、デパートとかはもうデパートっていう言い方、百貨店とかもなんかオンワード樫山がなんか閉鎖しましたとか、無印良品も何店舗かあの辞めますみたいなのを見ていくと、どんどんなんかそのもうそういう対人っていうのが減っていく、そう、仕組み的には多分どん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 時代が進めば進むほど、この人との接触をなしでいける世の中にはな、そういう仕組みは作ることはできると思うんですよね。そうなるかどうかは人間が求めてる限りはならないと思う。人と会いたいかったりするじゃないですか。どう、そこ、そのはその辺ですよね。そうなので人が求めてる限りは 100% なることはないけど、でもこう無駄、会うことが無駄な業種、例えばコンビニの店員なんかは別にコンビニの店員に会うためにコンビニ行かないじゃないですか。物が買えればいいですよね。そうですね。ってなるとあの辺は無人でできれば無人でに無人化していくんじゃないかな。切り替わっていくんでしょうね、うん、あれは。っていうだけどこうなんか服とかで選んでもらったりする人とかも、選んでもらいたかったりする人もいるじゃないですか。はい。でそういう人はやっぱり店員がいた方がいいとか。いるんですかね、選んでほしい。あ、なんかよくあの百貨店系、あ、まあ、僕もそうあんま行かないんで分かんないですけど、はい、ああいうところってこうなんかその人に選んでもらうために行く人がいるとかって言うじゃないですか。あ、そういう、うん、あ、まあ、うん、カリスマ店員って昔よく聞いたことがあります。なのでそういう人を推していけるような業種とかお店であれば、その人を求めてその人に選んでもらうカリスマ店員に、そこはでもじゃあ変わりなさそうですね、うん、人に魅力があれば、うん、人に魅力があれば。でもそれもなんかできちゃいそうですね。それもなんか AI YouTube とかでなんか、まあ、できちゃいそうですね。 AI とか出てきた時にあなたに会うのはこれですよって出してもらえる可能性はあ、だとどんどんこの人との、うん、人との接触がアフターコロナ後、うん、アフターコロナ後、まあでもそう、人承認欲求が満たされないんですよね。でもそれってでもいいねは集まりますあ、いいねっていうか、あの買い物に行くためにみたいなのはもう承認欲求が集まらない、集められない、得られない。買い物に行くためにっていうのは、例えば買い物に行ってこう人と会いたいっていうのは結局自分の承認欲求みたいなのを満たしたいわけじゃないですか。ああ、要はいい服着るのも、そうそうそう、街歩いてる時になんか、うん、そう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 、ちょっと視線が来るとか、うんうんうん、なるほど。でなってくると全部こう例えばオンラインで済むような世の中になってしまうと承認欲求が満たされない。それはありますね。とやっぱり人と会いたくなるんじゃないかなとは思うんですよね。確かにその、いや買い物行った時に、うん、まあ、自分が見られるのもそうだし、うんうんうん、要はそうそうそう、なんていうの、まあ、これ汚い言い方ですけど、うん、ダセーと、うんうん、あ、私が一番みたいなのもうん、うん、あるし、そう、服を選んだ時に自分はいいって思ってるけど他の人はいいって思うんだろうかっていう他の人の目線も気になったりするじゃないですか、はいはいはい、でそういう時に店員さんがあ、こっちの方がいいんじゃないですかって言ったら、あ、こっちの方がいいかもしれないみたいな、はいはいはい、っていうのもあったりするんで、そういうのが完全にオンラインになると、全てがオンラインになると何も満たされなくなってしまう。で承認欲求が必要かって言われると必要なかったりはするんですけど、でも欲求としてはあるんで、承認欲求は僕は多分なくなることはそう、まあ、欲求なので、はい、なくなることはない、はい、でいるかどうかって言ったら別に承認欲求が邪魔ですけどね邪魔なんですけど、でもそこを求めてるっていうのがまあ人間じゃないですか、はい、欲求なんで。なのでそうなるとある完全になくなることはないかなとか。今仕事編、うん、仕事編、仕事編としては、うんうん、僕はすみません、ただ愚痴っただけに、はい、どうしましょうって愚痴っただけになっちゃいましたけどうんうん、うん、まあ、なので仕組みは多分徐々に変わっていくんだろうなって、コロナをきっかけにして上の方から、上の方から、まあ、さっきの医療関係もそうだけども、そうなると医者のレベルも結構差があるっていうじゃないですか、うんうん、っていうと、まあ、確かに有名な先生に見てほしいですもんね。そう、うん、ネットでもいいから、うん、で、あの有名な先生でその、うん、医療系の会社の社長と話した時に出たのが、はい、なんでオンライン診療がダメかっていう、医師会の、あ、医師会がなんでダメかって言ってると、はい、私たちはこう全てを見てるんだって、
はいはいはい、人のこう肌の色だったり、はい、こう体温だったり、うん、なんか全てを見てる。今なんか見れネットでも見れるし、ネットでも見れるしって思っちゃいましたね。そう、 あと匂いとか、あ、匂いね、匂いとかそういったものを全てこう見てるんだ、はい、だけどで今逆にこう進んでるのが、はい、別に全部見なくてもいいんじゃない、あ、全部見る必要がない人も結構多い、はい、薬をもらうだけの人とかって、はいはい、最近どうですかって聞かれて、あ、最近特に問題ないですって言ったら、ほんじゃ前回と同じ薬出しますねで終わる診療も結構たくさんある。そんなんばっかなんだろうなって。そんなんばっか、はい、でそんなんだったら本当に匂いまで見なきゃいけないようなものは、まあ、直接病院行ってくださいだけど、はい、そんなちょっと話を聞いて薬を出すぐらいであればオンライン診療でもいいよねってい こう切り分けがされてってるみたいな。あとなんか、うん、血、うんうん、血で、うん、なんか分かるみたいな、あ、はいはいはい、時代が来るだなんてことも言われてますけど、うん、そうなると本当にもう、うん、ここと、じゃあ血のサンプルをなんかデータで送りますとかで、うんうんうん、なので、まあ、血を取るとなると医療行為になるんで、あ、でもなんかそのピッてなんかその、うん、要は自分で血圧測るとかも今あるじゃないですか、うんうん、血圧とか、うんうん、あの血中、うんうん、なんだろう、血中の要は肝臓の人のために、うんうんうん、その自分で血中のなんかを測るやつがあったりすると、例えばアップルウォッチも心電図が測れるじゃないですか、はいはいはい、で今薬機法でやっちゃダメなんですよね、医療行為になるから。測れる機能はあるんだけど測っちゃいけないんですよ。で誰が決めてるんですか、あ、その日本では、日本では。なのでアメリカとかだと使えるんで、でアップルウォッチなんてどこで作ったやつも全く同じものなんだけど、はい、日本で発売する時にはその機能を停止して発売されてるんですよね。無駄だわ。で要はその心電図を測ることが医療行為にあたる、やっぱどっかでやっぱ利権が絡んでるんですね。でそのアップルウォッチも今その心電図だけど血中酸素濃度も測れるようになってってなってくると、このデバイスでいろいろ身体情報を測れるようになってくるんじゃないかなっていう、そういう時代ですね、うん、でそうすればオンラインもこうデータが見れるわけじゃないですか、はい、血圧が見れたりとか、そういう血中酸素濃度見れたりとか、心電図が測れたりとか、より細かいものがオンラインでこう診療できるようになってくる。で匂いとかも測る装置とか作れると思うんですよね。そうですね、うん、あとなんかよく日本人は、うん、あの 変化への対応が遅いとか、うんうん、まあ、それがいい時もあればなんですけども、うん、今のこの流れでいくと、うん、ちょっとずつそっちに乗ってった方がそういいじゃないかなって。で、まあ、僕としては、まあ、世の中利権が絡んでるから鬱陶しいやつが、はい、なのでその変わらないように食い止めてるんですよね、自分たちの利権のためにですね、守るために、はい、でそれがコロナによってポンと外れてきる部分が結構あるんじゃないかなって、はい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 、でそうするとその分野はポンと一個進む先に、はい、なので、まあ、そっちに乗っかった方がいいかなみたいな。そっちに進めてった方が、進められる時に進めていかないとまた利権でこう固められちゃうんで。あと本当選挙運動とかもそうですよね、うんうんうん、まあそうですね、ネットで投票できるようにまだ未だになってないですけども、未だになってないんで、まあ、その辺もこうセキュリティの問題とかを解決しながら多分できると思うんですよね、本気で多分できる、本当はできるんだけど、うん、若者に選挙に来てほしくないからやってないんでしょうね、うんうんうん、やってないと思います。年寄りだけに、年寄りっていうか多分今し組織票じゃないですか。そうですね。で牛肉票とか、牛肉票とかで多分野菜票とかこれが 30% か 40% とかじゃないですか、はい、投票率が、あの宗教、あの、ね、公明さんのあそこだとか、そうそう、はい、でそうすると残りの 60% はネット票にすることによって、まあ、半分来たらここも変わっちゃいますよね、変わっちゃう可能性があるっていう、はいはい、なんでこう食い止めてる、なるべく先延ばしにしようとしてる、はいはい、でまあ、うん、でこの3密がダメ、うんうん、本当かどうか分かりません、うん、3密がダメっていうのは分かりませんけども、うんうん、今3密がダメって言われていて、そうなってくると、じゃあ選挙であんなちっちゃい大会とか教室に集まるんだったら、うん、じゃあもうちょっとネット投票を持って、ネット投票にした方が多分国民みんなの意見は聞けますよね。だと、まあ、うん、結局はコロナ後、うん、まあ、コロナの時は、うん、そっちの方がいいじゃんで、そこが進んでもらった方が、うん、そう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 。で
やれるんじゃんってなればもう進んでいくんですよ。今までは多分セキュリティがどうのこうのとかっていうやれない理由をこういっぱい出されて先延ばしにされてるのが、このコロナによってもうネット投票始めようかみたいな感じになれば、それでこう問題なくできちゃえば多分進んでいくと思うんですよね。できるじゃんみたいな。で、問題が出たとしてもここが問題だねっていうのが分かればそこを修正すればいいっていう、はいはいはい、仕事面に対しては、うんうん、今は直近のその、うんうん、どうなるんだろうがあるので不安なんですけど、うんうん、社会全体で見ると、うんうん、あ、こうやって人って進んで、まあ、進化していくんだなっていう、で多分これが今までずっと来てると思うんですよね、はい、結構ガラリと変わりそうですね、うん、ガラリと変わるんじゃないかなと思ってます、はい、なんで、はい、一旦このアフターコロナ仕事編、うん、仕事編真面目編は、うん、こんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。